カレーカレーライス日本における典型的な家庭のカレーライスカレーライスはカレーを米飯にかけて食べる料理。近年では日本独自の進化を遂げたオリジナルスタイルのカレーライスも数多く存在する。インド料理をもとにイギリスで生まれ日本には明治時代にイギリスから伝わり日本で独自に変化した料理である。イギリスではカレーライスのほかカリードライスとも呼ばれる。 日本語では省略してカレーと呼ばれることが多くラーメンと並んで日本人の国民食と呼ばれるほど人気がある料理である小中学校の給食メニューの人気アンケートでも常に上位に挙げられているインドのカレーよりとろみが強くなっているのはインドからイギリスに伝わった際にシチューと同様に小麦粉によってとろみをつけるようにレシピが変化したためまた ソースを重視するフランス料理の手法を取り入れたからという説もあり、イギリスのクロスブラックウェル社により生産されたカレー粉がフランスに渡り、フランス料理のカリーをリノ名の西洋料理になったとも言われている。日本で初めてカレーという料理の名を紹介したとされる書物は、福沢諭吉の贈呈会通語でカレーコルリという表記があり、これが始まりであると言われている。 カレーライスの調理法を初めて記載したのは1872年に出版された高志学堂主人西洋料理師団である。食材としてネギ生姜ニンニクバター、エビタイカキ、鶏、赤ガエル、小麦粉、カレー粉を揚げている。同書はインドのチャツネも掲載しているがカレーとは結びつけられていない。また同年に出版された金書きロブン。 西洋料理通では、食材として、牛肉、鶏肉、ネギリンゴ、小麦粉、柚子カレー粉をあげている。コスガ稽古は、材料に、皮酢肉が入っているところから、フランス料理の要素が取り入れられたと想像している。しかし、皮酢肉を使ったレシピはあまり普及せず、ネギも、大正時代にはほぼ玉ねぎに置き換わった。カレーの具として普及している。 ジャガイモ、ニンジン、玉ねぎは、明治の初めにはまだ珍しい、西洋野菜であったが、開拓地の北海道を中心に徐々に生産が広がった。国産の安価なカレー粉が登場したことも、あいまって、大正時代の頃に、日本のカレーライスの原型が完成したと考えられる。1905年、大阪、河原町の薬種問屋の二代目、今村野平が、国産初のカレー粉。 八カレーを発売した。この会社は、八食品と社名変更した上で、カレーの製造販売を続けており、日本最古のカレーメーカーとなっている。1906年、東京、神田の一貫堂から、初めての即席カレーと言われる、カレーライスの種が発売された。その内容は不明だが、肉やカレー粉の固形化されたものであり、熱湯を注げば、 カレーとなるものとされる。さらに1914年には東京、日本橋の岡本商店からロンドン土産即席カレーという即席商品が発売されている。1926年にハウス食品がカレー粉、小麦粉、油脂、うまみ成分などを固形化したインスタントカレールをホームカレー粉の商品名で発売した。 1945年11月、オリエンタルが、カレーが、家庭料理に普及しつつあることに着目し、当時のカレーは炒めた小麦粉に、カレー粉を混ぜるなど調理に手間がかかるものであったことから、その手間を省いて、簡単に調理できれば売れると考え、事前に炒めた小麦粉と、カレー粉を混ぜた、粉末状のインスタントカレールー、オリエンタル即席カレーを完成させた。当時は、 日本の一般家庭の食卓にスプーンがなかったため、オリエンタル即席カレーの景品としてスプーンをつけ、洋食のスプーンを一般家庭に広めた。固形カレールーは1954年に SB 食品が初めて発売した。昭和30年代からテレビによる CM を主とした各製造販売会社の販売合戦が起こり、即席カレーの生産と消費が急増した。 1960年にはエッザキグリコが板チョコの生産技術を活かしブロックごとに割って量を加減できるグリコワンタッチカレーを発売した現在の日本の家庭ではインスタントカレールーを使って調理することが多い2017年古食と時短というニーズを満たすレトルトカレーの需要が拡大調理が必要なる消費は減少が続き レトルトの購入額が初めてルを上回る。明治時代初期において、カレーライスは、限られたレストランで食することが可能な高額の、ハイカラ料理だった。六名館時代に、神田の、丸9という店では9000だったという。1905年、大阪、土壌町の薬種やヤマト屋,大和屋の二代目、今村野平が、日本初の国産カレー粉を開発し、この店に使用された。 明治時代後期頃までは西洋料理店がカレーライスの主な媒介的存在となっていたが明治時代末期より食堂のメニューにライスカレーカレーうどんカレーそばが出るようになってから次第に大衆化されていった1910年大阪南波新地に西洋料理店自由研が開業した1940年小田作之助が小説 夫婦全在でこの店の混ぜカレーを紹介して有名になった。当時の店主がご飯は冷めても熱いカレーと混ぜることで熱々のカレーになる。どっちみちご飯とカレーを混ぜるのやったら初めから混ぜといて熱々を食べていただくのがよろし。との考えからカレーソースとライスをあらかじめ混ぜる提供方法にし中心に生卵を乗せて出される。ウスターソースを たっぷりかけて食べることが勧められている。大正時代後期には、東京庶民が気軽に利用してきた外食店のそば屋が、カレー南蛮やカレー丼のような和洋折衷料理を出すようになり、または、洋、中と何でも扱う大衆レストランでも、比較的安価な洋食として人気メニューになった。百二十七年、東京の新宿中村屋が喫茶部を開業し、 純インド式カリライスを80銭で出した。日本で初めての本格的なインドカレーで高値にもかかわらず1日300食を売り上げたという。1929年大阪梅田に開業した阪急百貨店大食堂のライスカレーは比較的低価格で本格的なカレーが味わえるということで人気を集めた。また、ライスカレーを食べる余裕のない客が 白飯の実を注文し、卓上のソースをかけて、洋風な気分だけを楽しむ、将来という食べ方も流行した。日本における、インド人による、初の本格的なインド料理店は、1949年に、A.M. ナイルが、東京、銀座で開店した、ナイルレストランである。続いて1954年に、ジャヤムールティが、東京阿佐ヶ谷に、アジャンタを開店している。 A.M. ナイルの息子、G.M. ナイルは、ナイルレストランを引き継ぎ、そのキャラクターが買われて、芸能人としてもメディアで活躍した。一方、欧風カレーは、1973年創業のカレー専門店、ボンディの創業者である、村田光一によって名付けられたものである。和風の、もっちりとした米飯にフィットする、カレーソースを追求し、 ブイヨンなどの欧風出しの研究を重ねていた日本において村田はフランスで学んだデミグラスソースを中心に置いたカレーを研究し現在より40年前に初めて欧風カレーの名をたてんに先駆けてメニューに加えたそして彼の名付けた欧風カレーは日本の料理界を席巻した北海道大学1876年 札幌の学校に教頭として着任したクラーク博士は、ライスカレーという言葉を考案した人物として伝えられているが、開拓史の公文書、明治5年開拓史公文録8で、タイスカレーという言葉がすでに使われている。またクラークは、寮での米食を禁止し、ライスカレーのみを例外としたと言われているが、吉田よし子の調べによると、その記録は、 北海道大学に現存していない。発見されたカレーライスに関する最も古い資料は1877年9月のカレー粉の納入記録と1881年の両食メニューであった。当時の日本では人参、ジャガイモ、玉ねぎといった西洋野菜がほとんど普及していない状況であった。北海道の気候は ケプロンやクラーク博士出身のアメリカ合衆国マサチューセッツ州とよく似ており、彼の地の西洋野菜の栽培技術を学ぶに最もふさわしい土地であった。札幌の大学校には次々と多様なアメリカ産野菜の栽培品種が持ち込まれ、数々の成果を収めた。北海道はこれを機に大規模な西洋野菜の作付けを行い、欧米野菜の大衆化に貢献した。 日本のカレーライス普及には、ホーレスケプロンの方が、より貢献しているという説もある。軍隊、自衛隊会議総会母官、浦賀の給食前述の通り、明治五年に、西洋料理指南と、西洋料理通にカレーライスのレシピが、紹介されているが、翌年の1873年には、早くも大日本帝国陸軍の商工生徒を、養成する、陸軍用年学校において、 土曜日の昼食にライスカレーが導入されている。1908年には大日本帝国海軍においてもイギリス式のカレーが採用された。また1910年には陸軍においても陸軍将兵全般が日常の軍隊生活で食す。兵食としてカレー、ライスが採用された。将兵期間を終えて除隊した兵士たちが軍隊生活で慣れ親しんだ。 カレーライスを、郷里の家庭などで作ったことも、カレーライスが広まることに大きく寄与した。海軍割烹術参考書のレシピによると、海軍のカレーライスは、ヘッドでキツネ色にいった小麦粉に、カレー粉を加え、スープにて薄トロのジョクトクと書かれているのに対し、陸軍のカレー、ライスには出汁についての記載はない。軍隊料理法をもとに、昭和期に改定された、 軍隊調理法では、第2章調理法24項のカレー汁の備行に、あ、音器ご飯を皿に盛りて、その上よりかくれば、ライスカレーとなるとの記述があり、カレーを汁物として記載している。海軍では、土曜日の昼食は、カレーライスと決められていた。これは、海上自衛隊にも引き継がれた。交換、交代勤務となる、長期公開中に、 曜日感覚を取り戻すためだと言われているが、これは誤りである。週休二日制となってからは、金曜日に変更されているが、すべての部署でカレーライスを食べ、行事の際に来品に振る舞ったり、防衛省公式サイトなどを通じて一般へのレシピ公開を行ったり、かつて軍港のあった町の名前を冠した、海軍カレーがレトルト食品や缶詰製品を発売している。 陸上自衛隊でも各部隊ごとに独自のレシピによるカレーライスがあり、祭事などでは一般の見学者に振る舞われている。第二次世界大戦後、アメリカ空軍に習いながらも、旧陸海軍航空部隊の元将兵らによって創設された航空自衛隊にも同様のカレーがあり、基地の食堂ごとにアレンジしたカレーがある。神奈川県横須賀市の海軍カレーは、 今も名物である。学校給食第二次世界大戦後には、学校給食のメニューにもカレーライスが全国的に採用されるようになった。カレーライスが学校給食のメニューに登場したきっかけは、食料事情の悪かった終戦直後の1948年、連合国中では、日本の友好国だったインドから大量に、 スパイスの提供を受けたこと、SB 食品創業者の山崎峰次郎など、カレー業界関係者が、需要拡大のため尽力したことが関係している。ただし、米飯給食が開始された1976年以前には、カレーライスとしてではなく、カレーシチューとしてうどん玉や、コッペパンとの組み合わせで出されることが多かった。カレーシチューは、カレーと比較すると、特に初期においては、 粘度が低い点、クリームシチュー同様牛乳や、脱脂粉乳など乳成分が大量に使用され、白らみがかっている点が特徴となっている。粘度が低かった理由としては、コッペパンやソフトメンとの親和性が高かったこと、原材料の不足により、濃度を薄くせざるを得なかったことなどが理由であると、されている。 昭和35年頃、ラジオの民間放送に次いで、テレビ CM 合戦が激化し、学校給食のメニューであったカレーが、一般家庭で多く作られるようになった。カレーライスが、家庭料理として普及し始めた、大正時代には、小麦粉とカレー粉を、バター等で炒めて、カレールーを作り、これをカツオだしなどで伸ばして、カレーソースを作っていた。現在では、湯で溶かすだけで、 カレーソースが作れるインスタントカレール製品が普及している。カレーソースはターメリックに由来する木が本来の色であるが時代を下るとともに色が濃くなる傾向が指摘されている。その理由として黒くて激辛のカシミールカレーで有名な東京上野のカレー店、デリーやフォンドボーやグレービーソースを使う欧風カレー店の影響が考えられる。現在では 着色料として、カラメルイカスミ、黒ゴマココアなどが積極的に利用されている。白色、緑色、青色を売りにするカレーも登場している。NHK の番組が、プロが用いる隠し味トップ3として、1位、オイスターソース、2位、ココア、3位製クリームと伝えたことがある。日本のカレーの具には、ジャガイモ、ニンジン、玉ねぎが使われている。 これらが定着したのは明治時代の終わり頃である。玉ねぎが使われ始めたのは明治20年以降であり、それ以前は玉ねぎの代わりに長ねぎが使われていた。野菜は具材として煮込む以外にも素揚げやふかすなどした温野菜として添える場合もある。昭和期にはグリーンピースを飾りとして散らすことがよく行われていた。 日本で、カレーの具によく使われる肉は、豚肉、牛肉、鶏肉である。NTT ドコモみんなの声にて投票を実施した2012年調査では、1位、豚肉、2位、牛肉、3位、鶏肉、4位、野菜のみ、5位、シーフードであり、ドゥハウスの2010年アンケートでも、豚肉42%、牛肉35%、 鶏肉25%の割合順で好まれるという結果が発表されている。地域、年齢、性別による違いがあり、50歳以上は牛肉を好む傾向があるという。1960年代の高度経済成長以降、肉の塊をたっぷり入れたカレーライスも珍しくなくなっている。これ以外にも様々な具を使用したカレーがある。日本では、 カレーの辛味の度合いに応じて、辛口、中辛、甘口などの区分がある、カレールーや、レトルトカレーも存在する。ただし辛味の度合いは、日本国内で統一された基準は存在せず、メーカー各社の区分けになっている。日本においては、伝統的な思考から、ジャポニカ米が用いられるのが、一般的である。インドや、東南アジアやヨーロッパでは、粘り気がなく、 パラパラとした食感のインディカ米が使用される。日本では1993年米騒動の際に、太王国からインディカ米が緊急輸入されたものの、ジャポニカ米との風味の違いにより日本人に寄避された。やがて南国風のカレーと相性が良いことが知られるようになった。香り米の一種として知られるジャスミンライスやサフランで香り付けしたインディカ米を使う。 アジア料理店も増え、日本人にも支持層が広がってきている。日本のカレーにおける付け合わせは、福神付けやラッキョウけを使用することが一般的である。店によっては、紅生姜、ピクルス、レーズン、ナッツ、あるいはチャツネやオニオンスライス、アチャールなどを添えることもある。最初に福神付けを添えることを考案したのは、 日本郵船のヨーロッパ航路線でコックを務めていた滝佐田佐イ一とされている。また、それらの付け合わせ以外にサラダをカレーの副食として食べることも多い。飲み物は辛さを和らげる牛乳やラッシーなど、あるいは水が添えられる。日本ではカレーが米飯の上部かつ横にかけられ皿に盛られた状態とソースボート、または グレービーボートと呼ばれる金属の容器にカレーソースが分けられた状態のどちらかで供されることが多い。後者の場合はソースボートの容器からカレーを米飯にかけて食す。容器の名称は日本ではソースポット、グレービーポットという表記も見られる。カレーライスを食する木はスプーンに米飯とカレーを乗せるのみで混ぜない食べ方とあらかじめ。 カレーと米飯を混ぜる食べ方とがある。インドやスリランカなどの南アジアでは混ぜて手で掴んで食べるのが作法であり、また日本でもカレー粉を用いて作る黄色いカレーの時代にはウスターソースをかけた上でよく混ぜる食べ方がスタンダードであったが、近年の日本では全社が多数派であるとされ混ぜた上での食べ方を 汚いと断ずることで、しばしば校舎との対立が引き起こされる。生卵をあり入れたり、ソース以外にも、醤油やマヨネーズなどの調味料をかけて食べる向きもあり、食べ方は多岐にわたる。このため、食べ方が話題になったり、議論が発生したり、正確判断の要素に用いられたりする。八つ葉ダムや黒部ダムの近くにある観光施設では、 トンネル工事の従事者が飯に汁をかけることを、放楽や落盤を連想させて縁起が悪いと嫌ったことから、カレーを米飯にかけず、スプーンに乗せた米飯をカレーに浸して食べる、よう、テーブルマナーとして要請する場合がある。一晩寝かせたカレーは、うまいとの説が、交換に広まっており、家庭において、残り物の,のカレーを、鍋ごと常温で放置する例が見られる。 確かに具材の旨みがカレーソースに溶け出すことや日本人の苦手な刺激臭が和らぐことなどの効果は認められる。だが、その一方で常温で急速に細菌が繁殖し、特に100度以上の高温でも画法として生存するウェルシュ菌の増殖を促進することになる。ウェルシュ菌は最速で10分に1回増殖し、菌数は倍々で増えていくため、調理後、 常温で半日以上経過すると、食中毒が発生する、可能性が高くなる。さらに、インドカレーの大きな特徴である、スパイスの香りの大部分が揮発してしまうため、調理後は、なるべく早く食し、残ったものも小分けして冷蔵庫で保管すべきである。一晩寝かせたカレーが美味であるのは、具材、ブイヨン、スパイスのそれぞれについて理由があるとするメーカーもある。 ソースボートでの提供カレーライスは、ライスカレーと呼ばれることもある。二つはどう違うのか。また、カレーライスとの名称が主流となっていった理由については、諸説があり定かではない。歴史的に見ると、イギリス人から、カリードライスとして紹介され、明治後期から大正時代にかけて、新聞や雑誌では、ライスカレーと呼ばれることが多かった。1872年。 北海道開拓市の公文書で、タイスカリーという語が、カラフトの医師、三田村多中の日誌、三田村多中日誌1875年1月3日付の記録で、カレーライスという語が使われており、日本では当初から2つの言葉が使われていたことがわかっている。戦前の軍隊の場合、陸軍において、明治期編さの軍隊料理法では、カレー、 ライスと昭和期編さの軍隊調理法ではライスカレー、海軍において海軍割烹術参考書ではカレーライスと称されていた。昭和期の一般市民の間では出身者が圧倒的に多い陸軍式のライスカレーという名称が優勢であった。同じデパートの中で別の食堂がライスカレーとカレーライスをメニューに載せていた例も存在した。 阪急百貨店25年史によれば、1959年のメニューにおいて、大食堂のライスカレーが70円、グリルではカレーライスが100円で供されている。敗戦後の高度経済成長期を迎えるとともに、カレーライスという呼び名が台頭してきた。高度成長期の昭和30年代以降に、家庭用の固形ルーが市販されるようになった頃から、 広告宣伝やマスコミなどの影響によりカレーライスという名称が浸透していったと推定される。時期的には1964年東京オリンピック開催の前あたりからカレーライス故障が優勢になったとされる。国民食とも言えるカレーライスは様々な方式でインスタント食品化されて人気を得ている。他にも缶詰の製品やフリーズドライによる 携帯用カレーなどが支持されている。カレーライスは外食店の定番メニューともなっている。京王電鉄沿線では JR における立ち食いそば店の位置をカレーライス専門店のカレーショップ C&C が占めているほどである。チェーン店はカレーハウスここ一番屋や,やカレーの王様など多数あり、ゴーゴーカレーなどは松井秀樹選手との関係で海外で ニュースになることもある。2013年には、カレーハウスここ一番屋が、世界で最も大きいカレーレストランのチェーン店として、ギネス世界記録に認定されている。水なかダムカレー1990年代後半、頃から町おこしを目的として、日本の各地方の特産物を使用したカレーが続々と発売されており、それらは、ご当地カレーと呼ばれる。カレーは、 比較的安価で、馴染みやすく、地元の特産品のアピールにも、観光名所のアピールにも使えるため、地域 PR の素材として、全国各地に普及している。地名を入れて名付けた製品も多い。地方によっては、昭和時代初期頃から地元に豊富に存在する、食材を利用したカレーが食べられており、その流れを汲む製品もあるが、 町おこしブームに乗って新たに作り上げられた名物も多い。沖縄県のカレーライス戦後27年間米軍統治下にあった沖縄県では日本本土とは異なり戦前のレシピに基づくカレー粉から作るルーを使用した黄色いカレーが今も現役である。調理法は作り置きではなく注文が入ってから野菜と肉を炒めそこにスープや 和風だしを加えて少しだけ煮込み、小麦粉とカレー粉をいって作ったルーを溶かし入れるというスタイルが多い。また、定番の野菜として玉ねぎ、人参、ジャガイモの他にピーマンが入るのが大きな特徴である。日比谷公園にある松本老が10円カレーチャリティと銘打って毎年9月25日にチャリティとして10円のカレーライスを供している。 1971年11月19日、いわゆる日比谷暴動闘争で、中核派の投げた火炎瓶によって全焼したが、これを1973年9月25日に再建したことに対する記念行事である。十円カレーは秋の季語にもなっている。イギリス領インド帝国は、第二次世界大戦後の1947年に、 インドとパキスタンに分かれて独立した。インドには、菜食主義者が多く、豆などの野菜を使った、カレーソースが主流である。また、インドに多いヒンドゥー教では、牛肉が、パキスタンに多いイスラム教徒では豚肉が近畿になっているため、鶏肉、羊肉、山用肉が使用される。使用するスパイスは、多岐を極め、一般家庭でも、日本では、 入手困難なものまでを独自に配合する。チキンティッカマサラインド、植民地としていたイギリスは欧米で最も古くからカレーに親しんだ国であり、パブ、クラブハウス、学生食堂などにはカレーライスというメニューが伝統的に存在する。カレーの種類もクラシックなパブスタイルから移民たちの作る本格的なもの、イギリス人の味覚に合わせた。 新作料理まで多岐にわたる。中でも1960年代に誕生したチキンティッカマサラは国民食とまで言われるほど広く支持されており、近年では日本を含む国外のインド料理店のメニューとしても一般的となっている。マイルもしくはカセンチリットルと表記される。中華料理のマイルハンはカレー味の中華丼と考えれば理解しやすい。中国では ホテルのレストランなどで洋風、インド風のカレーが提供されるほか、日本料理レストランやひしへしゃげ麺店では日本のカレーが出される。日本風のカレーライスは一般の中国人にはあまり馴染みのない料理だったが、カレーハウスここ一番屋などの進出により徐々に広まりつつある。香港のカレーライスイギリスの統治を長く受けていた。香港では、 茶山町と呼ばれる喫茶レストランにカレーライスを出す、店が少なくない。その場合、日本のものよりもとろみが少ない、ココナッツの風味を加えた品を出す店が多く、カレーと白飯が別容器で出ることもよく見られる。また、香港ではたびたび、日本食ブームが発生しており、日本式のカレーライスも広がっている。一方でインドなど、南アジア系の住民が多いため、 本場の味を継承する店舗も多々見られる。台湾には日本統治時代にカレーライスが持ち込まれ、日式マイルハンという名前で、今でも屋台や食堂で気軽に食べることができる。片栗粉でとろみをつけた具の少ない日本統治時代のカレーライスに近いものである。近年はココイチが進出しており、日本のカレールーも浸透してきた。韓国のカレーライス。 朝鮮半島にも日本統治時代にカレーライスが伝えられ、現地の言葉でカレーバップと呼ばれている。韓国のカレーは戦前の日本と同じようにカレー粉と小麦粉のルーから作られる黄色味の強いもので、害して汁気が多く甘口である。ビビンバなどと同様に米飯とカレーをよく混ぜ合わせてから食べる。付け合わせにはキムチやタクアンが用いられ、外食店では 日本風の味噌汁やカツオのスープがつくことも多い。日本にカレーライスの類似料理として、ハヤシライスがあるように、韓国にはカレーバップに並ぶ料理として、チャジャンバップがある。レトルト食品もカレーソースとチャジャンソースの比重がほぼ同等である。平成以降は、日本の大手チェーン店も出店し人気となっている。北朝鮮にもカレーライスは伝わっており、 韓国と同じく戦前の日本統治時代に持ち込まれた。現在では家庭料理としても定着している。平壌のデパートでは日本製のカレールーが販売されている。明治初期から日本人移民の多いハワイでは日本料理店だけでなく大衆レストランや伝統的なハワイ料理店のメニューにもカレーライスが載っていることが多い。日本の明治。 最小期的な黄色いカレーが主流であるが、近年はカレーハウスここ一番屋の寝室や、タイやベトナムなどからの移民の増加により、様々なバリエーションのカレーが食べられるようになっている。ありがとうございます。